紅葉は、金伊佐尾の武教小説、社英雄伝、神謙教に登場する女性主人公。愚直な覚醒に対して、聡明でお天ばという性格。武教ドラマによく出てくる女立ての代表的存在。聡明で知的。その知略から、諸葛孔明にちなんで、女諸葛との異名で呼ばれることも多い。同じく頭脳派の父、公約氏が、 プライドが高く人をおだてることを苦手とするのとは、対照的に人をおだて、喜ばせた上でいいように動かすことも得意。例えば、高七高などは、紅葉のお世辞と料理の腕に負けてしまい、各醒に交流十八手のひらを十五手まで伝授してしまった。初期は残虐なところもあり、自分たちの安全のため、極礼風の娘を口封じに殺そうと考えたりも、している。 また、人を騙すことにもあまり抵抗がなく、物産通などは、公用に騙されてしまったことから、高難の女は、怖いというトラウマを抱えてしまうことになっている。ただ、長女である、各ハスを甘やかすばかりだったため、子育てには、完全に失敗しており、各ハスは、わがまま放題の人間に育ってしまった。各生が常に譲るため、 夫婦の間に喧嘩はなかったが、各ハスの妖怪に対する不始末についてはたびたび、覚生と衝突している。反動から、次女の各女王、長男の各ハトリコは覚生により、厳格にしつけられた。妖怪に対しては、妖怪の父、妖怪寿司のこともあり、気を許そうとはしておらず、たびたび、各生と衝突している。だが、妖怪を愚直なまでに信じきる各生と、 妖カを全く信じていない自分とを比較して、自分の人を見る目は覚醒にかなわない、と発言したこともある。覚醒と初対面の時は、薄汚い小敷きの姿で登場。そんな自分にも優しくしてくれた覚醒に愛情を持つ。遠距離で再会した時は、見違える、美少女として登場。覚醒に、チンギス・ハーンが決めた言いいけの個人美名、覚醒の親同士が決めてしまった。 陽鉄心の義理の娘との婚約、また自身の父、公約士の反対という数々の障害を乗り越え、後に覚生と結婚。一難二条を設ける。続編、神謙虚でも、覚生と共に引き続き登場。覚生を助け、上用の防衛に、かなりの功績を挙げ、また一朝英雄伝同様第十九代解放奉仕を務めており、高校の尊敬を集めている。 反面、私生活においては、マナ娘の核くはを溺愛し、甘やかしすぎており、引き取った妖歌に冷たく当たったりとマイナス面が目立つ。妖歌への対応は一貫するものとは言えず、妖歌に助けられるたびに、妖歌を認めようともするのだが、信じきれずに、再び疑心暗鬼になるという悪循環に陥っている。なお、社三部作の最終作にあたる、移転取り置において、移転権。 トリュウ島という武器が登場するが、これは、紅葉が来たるべきモンゴルを撃破する日のため、洋歌の所持していた原鉄剣を材料に作らせたもの。この二つの武器は、単体でも恐ろしい威力を発揮するが、真の価値は、むしろ遺伝剣には、武術の最高峰、旧陰魔業が、トリュウ島に我が国が異民族を倒す軍略を、余すところなく、記した武木遺書の入手につながるということ。 モンゴル軍によって、ジ陽が陥落した際、夫の覚生、長男の角リ子と共に死亡したと伝えられている。社営友殿、神謙虚王用が、我が不ぜ王というポップソングを歌っている。紅用は、中華圏では、メジャーな存在。ありがとうございます。